角度がありませんで戻した平川、クロス松原、逆サイド右サイドバック上村、中村俊が左足で狙ってきた。上原が引き取った。松原です。早めにクロス。ジャベンギョー決まった。その平川が預けて、山田とちょっと動かします。真ん中入れた、斜めに入ってきたの松原。ジャベンギョー左高い位置を取ってた松原が少し、エリソン残しました。リカルド・グラッサ、フォローがあります。さあ伊藤が見る、マルシーニョが挑む、挑んでこぼれた前に山本が反応した。ナイスブロック、左足エリソン。まさに点取り屋の歓声を見せました、エリソン。これはナイスシュートブロックですけどね、伊藤の、はい、2人滑ってるので、でこれは本当にいいところ狙いましたよ。川島がしのいだ、ニッコーナーキック、今度は右から真ん中へで、エリソンのヘディング。またエリソン、またエリソンです。後半の立ち上がり、川崎に追加点、これでゲームは1点差になります。まあゾーンで守ってますけどね、はい、岩田は勝負しました。三浦、そして上がった、逆サイド突っ込んできた、エリソン、右足のブロック、終了。追いつきました川崎、60分3対3、エリソンのシュートのこぼれでした。最後マルシーニョましたけども、強くないといけないですし、なかなか相手も動かない、その中で自分の思い切りのいいキックを構えるのはチョン・ソンリョンです。また